ジョニートークボリューム19のジョニートーク。はい、どうも。逆から言ってみました。はい、別に、まあ、ベースのかけるです。はい、ピアノボーカルのドンです。そしてドラムのアツネです。はい、カメラマンのレオです。はい、なんでもやの、なんでもやの朝日です。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんて、スイッチャーでいいの？スイッチャーどころの話じゃなくて、ミキサーをいじってんだから、音響プラスアルファで考えたら、ほんとなんでもやだよね、うん、あれでも。横文字で言ったら、こうやってさ、ドラム、ベース、ピアノ、カメラマン、なの並びにあるとしたら。なんていうのね、テクニカル。ああ、それか。というしかないのかな。あ、そうか、そう。まあ、ひっくるめてそうだけど、うん、すごい乱暴なくくりだけど。そうだね、テクニカル朝日。いや、普通そんなことさせないからね。あ、そう。要は映像は映像がちゃんとやって、音声は音声がちゃんとやってって分かれてるし、うん、はいはいはい、でこんなチャンネル数多い音声とか、あと映像もスイッチングしてとか考えたら、うん、もうそんなもん、そんなやってるかってあるけど、一人がやる仕事量じゃない。仕事量じゃないね。俺これ仕事に振られたら消えるもん。で振ってるんだけど。うん、だよ、ね。まあボリューム19は、はいはい、18に続いて、ええ、まあその配信ライブ、うん、テストライブの直後にこうやってやってるんで、うん、これだけの人数いて、はい、配信ライブの後に、はい、せっかくねマイキングとかしてあって、はい、環境整ってるんで、うん、ちょっとレコーディングしましたと。まあ、プリプロ的なね。そう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 。まあ、それも何でもやる朝日くんにレコーディングさせるって。はい。なんかすいません。多分ロジックを触ったのはあんまないですかね。あんまない。ないですよね。何ですか、でもそういうの。いや、あんまね、うん、やってないからね。あ、そっかそっか、レコーディング系は。うん、そう、だからもう、あの、R を押したらもうすぐ取れるから、みたいな会話したから。いや、それだけね、本番中も多分調整かけてくれてたから、うん、もうそんなもんレベルじゃないんだけど、やらせること。しかも同じソフトじゃないからね、別のソフトだからね、その音響を調整するソフトとレコーディングするソフト。はいはいはい。だから2台持ち合わせたもん。あの俺のパソコンでレコーディングしてて、自分あの朝日が持ってきたパソコンで音量調整するっていう、うん、2台持ちでやってたっていうね。レコーディングいけんじゃない、エンジニア。頑張ります。これ持ってってこうやってどうでした、結構綺麗に撮れてたのかな。あれは音自体は綺麗に入ってきてたのかなって。まだ聞いてないからあれだけど、まあ、あの素材としては普通に撮れてるから、あとは加工いつでもできるから、うんうん、ちょっとあのなんだろう、結構出来良くて聞かせても別に申し分ないなってなったら、うん、ちょっとミックスして後でジョニートークで流してもいいんじゃない。 いや、いいんだけど、あれ、うん、だからあのクリックで合わせてないから、うん、ちょっと多分司会も疲れたと思うけど、俺結構ぐちゃぐちゃだったからあんまり出したくねえなっていうのもあるけど、ね、出します。でプラスあと返しじゃあなおさら出します。返しが全然来てなかった。あ、俺も来てなかった。そう、来てなかったでしょ、うん、だから俺自分の音はどういう風になってるのかっていまいちかつかめてないから。別にピアノは問題なかったよ。だって聞こえてなかったっす。聞こえてなかった。いや、そのね、おかしいおかしい、補充してるよ。大丈夫大丈夫ですよ、はい、特にやってる感じが、うん、あの常くんの方に向いてるモニターからは返ってきてるね、うん、あ、ピアノ、うん、あ、そうか、多分返ってきてなかった、うっすら、うっすらね、うん、こっちはもう完全に聞こえてないから。ああ、そうだ、まだこれもね、ちょっとそのミキサーの使い方の問題だけど、うん、そうだ、なかなか難しいんだよね、作るのね。まあね、これだけ多機能だったら、うん、そりゃいろいろ一つの画面にさ、なんかもう情報量多いじゃん。多い、多いし、うん、あとその誘導が全部英語だからちょっと見づらいっていうのもあるし。あ、なるほど、うん、まあいいの撮れたと思うんで。どうすかね、うん、今度でもちゃんとクリックを聞きながらやりたいね。その多分撮ったタイミングとかも、うん、あるだろうが、クリック入れるとパンチンとかもできるようになるからさ、その場所でそこだけ撮り直したい、うん、パンチンなんてしないよな。あ、一発撮りだよな。声小さい、声小さいよ。一発撮りなんか、せーのでドーンって入りませんよあなた。え、だってさ、うん、入りグッと撮った時あって一発だからね、全員。いや違うよ、重ねてたよあなた。あのパンチンしてたよ途中で。え、してないでしょ。したゴーバックとかしてたよ。ゴーバック途中で、あ、ミスったっつって僕が言ってたよ。やったっけそんな。いや、やってないんじゃない。やってない。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。やってないんだ。確かな記憶があるんで俺には。あなたの記憶一番怪しいから。いやいやいや、最近そうでもないが、最近結構忘れて、あの新曲もそうだけど、過去にやったことあるのに忘れてたからね、うん、あなたね、車まで。あれは、うん、まあ覚える気はしなかった、ね、
それは出来事です。その上からまた来るわけだから今日新曲撮ったでしょ。撮りましたね。だからやっぱ音源としてあれいや ちゃんと改めてやりましょうよそれはあのちょっと今日のはちょっとただ今日聞きたいよまずまず、ね、そうね、うん、そうそうそれは聞きましょうよあのセッションファイルは送りますんではい、はい、聞いてください。でその時うちらやってる時レオくんはレオくんで多分、うん、そう今後多分ミュージックビデオとか撮影するってなった時も、うん、ぜひぜひ撮ってもらおうと思うのは、うん、レオくんたちだと思うから、うん、その予行練習みたいなね、うん、バンド撮るってさどんなあれなの普段だって人を撮ったりとか写真その風景撮ったりとかいろいろ多分やってると思うけど、はい、バンドって難しい。バンドですか。うん、そうですね。映像でもし行くんだったら、うん、ちゃんとやっぱそのカット割りというか、うん、あ最初にね、うん、やっぱちゃんと打ち合わせを事前にちゃんとやってれば、ね、多分問題ないのかなとは思うんですけど、あと当て振りでやるにしても多分音は直でそっちに入れた方がいいもんね。その音でセッション、まあ、その映像ファイルはその音を基準に打ち合わせとかするから、うん、多分何してもレコーディング先に多分撮るとしてもプロモーション、そうだね、そうそう、うん、そうですね。でレコーディングは どういう感じで撮るのかな。あれってカメラにその現地の音を入れてもしょうがない。あ、いやいやそこは現地の音でいいんじゃない。それでなりますね。割とあと同期音で、うん、音源とカメラで撮れた音を同期すれば、うん、いやでも多分ねあれだと思うよ。その何回か同じシーンカットで撮るから、うんそうね、撮ること考えると多分それ多分ドラマどうしてもなるじゃん音、うん、なる。でマイクで入るから同期するの、うん、あ、まあ、手動でいけばやれるか。そうあのだからその映像の別にどっちの音を使うとかじゃなくて、うん、位置合わせとして音をこっちで持っとくのは必要なあれなんじゃないの。だから多分そのカラオケの音とかもこう分岐で直に入れた方がいいのかなと思って。あそうするとクリアにそれだけ入るから音は。確かにそう、まあ、もちろん後であの整った後貼り付けるとしてもそこの基準値が全部一緒だったら合わせやすいからね、うん、そんな話はちょっと裏の話だね。そうですね。あとレオ君に喋ってもらいたいんですけど。そうでした、すいません、はい、撮ったことある？そういうプロモーション的な。 EV はあります、ね、あるんだ。ありますね。おーおーおー、あるけど、うん、結構何も考えないでっていう言い方したらおかしいですけどカット割りとかなく、うん、もう結構何回も、演奏してもらって、はいはいはい、じゃあ後で編集の方で、ね、結構完成度を上げるような。そうですね。ソロパートを撮ったり、はいはい、全員で撮ったりっていうのを何回も繰り返して、うん、素材を集めてから、あ使えるやつをね、どんな感じにしようかっていう。やっぱ先にあった方がいいね。あった方がやっぱ時間の無駄とかが ね、 効率いいね、やっぱねあるんで。うちってどういうのいいと思う？え？そうっすね。まあ、やる曲にもよると思うけど、うん、だから浮かばないんだよねあんま PV とか、うん、あんまイメージ持ってなくて。俺はでもやりたいのは白堀一発はやりたいかな、うん、バンド演奏がメインのって感じ。バンド演奏メインっていうか、なんていうこと？だよくほらドラマが入ってたりとかさ。ああそういうのじゃなくてさ、白堀一発でなんかほんとカメラの、ね、綺麗さが一番出るし、なんか別に風景とか交えなくても白堀一発で何カットかって撮れば結構かっこよく音楽に集中して聴けるし、人の顔もちゃんと見えるからいいかなっていう。ちなみに曲は何でもいいよ別に。例えばハングリーとかでもいいし、スロームービーとか、スロームービーちょっとでもなんか背景あった方がいいかもしれないけど、うん、って感じかな。だから白堀でと別に白堀のやつはどの曲でも別にある程度できちゃうから。白堀って撮れそうなとこあった？ありますよ。ありますけどだいぶ高くなりますよ。そうスタジオが ね、うん、白堀はね最近バンドを入れるってなったらそれなりに結構でかいとこじゃないといけないでしょ。そうですね。全体的しかもメンバー全員映したいんで一画面で、うんうん、ってなってくるとまあね結構ね、まあ合成させちゃえば逆にあのなんかそのわざとらしい合成でちょっとチープな感じをあえてやるのもまあ一つ手なのかなとは思ったりするけど、まあそうですね、うん、レトロ感出すみたいな、うんうんうん、そうか。それ考えたら別に白堀にこだわらなくてもいいから、その、うん、まあでもやってみたいっていうイメージがあるんだったらいつかやりましょうよ。でなんか別にドラマパートとかそんなにいらないし、普通の演奏してる映像で背景変わる、背景は別にそんなこだわらなくてもいいかなっていう気がするけどね。え
白堀って何？ああ。全真っ白。そんな説明ある？あの天井精神と時の部屋です。そう、みたいな感じ。ね、見たことないその壁のさつなぎ目とかさなくてさもう本当に白いい背景しかなくてあれ本当は白ホリゾントとかって言うんだよね。そうですよね。黒とかもあんだけど壁のさその床と壁のあのつなぎ目とかないのよ。まあ、要は全部白で明かりもそういうふうに当てるからつるっと全部背景白になるのよ。でその楽器とか人被写体だけその白い空間にいるって。そうそうそう、そんなそんなイメージ。多分ねどっかで見かけたことあると思うよ。結構バンドで白堀やってるとこ多いから多分なんか見たことある。白堀そうそうですね。確かに白堀普通の人は分かんないですね。白堀白堀って言ってたけど白白でなんかとかそういうあのホワイトの方だね。だからそうキャッスルじゃないですね。キャッスルも面白いね。面白いロケーションとして許可どこで降りるんですよ。ランドしかないんじゃないですか。きついな。絶対許可降りないおっさんばっかりで夢もクソもないって言われる。でもこのカメラだったらさなんか自然の中もさ綺麗そうだよね。まあそうですね、うん、山の中とかでそうそうそう。俺の地元の近くに一橋大学ってあるんだけど、うん、一橋大学はすっごい自然な感じなんだよ中が、うんうん、そこ借りれたらね撮りたいけどなと思うけど、うん、ドローン使うわ。そうですね持ってないですけど、ね、じゃあ次よろしくお願いします。サンガさんって言ってたんでサンガさんって言ってたんでね次どれが30万ぐらい出せば。いやもうドローンなんてそんな安いよね。違う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 、あの安から悪からだよドローンって本当に。30万ぐらいするわけ。1時間ぐらいその安いドローンにこのカメラをくっつけてですね。だからだから話をちゃんと聞いた上であの本当に訴えられるよマジです。1万円2万とかのドローンって10分も動かないから。そうですね。そうそう、うん、しかも物が重かったらもっと低いってなっちゃうし上がんないです。上がんない。そうそうそう。あとあれか、だから今言ったのは完全にカメラを壊すために言った形になるからね。飛行区域とかもあるじゃん。あります。ね。あります。ダメだよ。いや、ドローンなんて。お前が言い出した。そうだ。何言ってんだよ。いやでも結構なんだろうな、記録に残していくさ、うん、機材は結構うちは充実してるかなと思うんだよね。充実してったね、この 2,3 年で。そう。急激に。急激で今年？去年？うん、だ生配信を。やり始めたのは去年だ確か。だから去年だね。うん、そこからどんどん増えてったから楽しいんだよね。俺もともとそういう仕事もしてるし好きだから、うん、であとなんかちょっとそれじゃできないようなあの音楽はまた変わってくるから配信の方式も、ね、こんな感じやってるのちょっと楽しいね。で本当にプレイバックのすげえ楽しみだ。あの今日撮ったやつちょっといいっすかゲストの人たち話してもらって。何朝日さんとか発言量全部あの人ないからもうひどい MC だからだからずっと前行けど自分で振りなさいよそれ。うんだからこうずっと話しちゃってるからさ。あいやいやそうだね。なんで俺が喋ってる時にそれするのよ。自分が喋ってる時にやりなさい。さて最低勝手に編集点そうだよ最低さて編集するの俺だから。で朝日さん的にこうさこれあったらいいなとかっていう機材とかあるんですか。今結構うち、まあ、PC もそれなりにあってミキサーオーディオのミキサーと映像のミキサーとかあるけど。いやそうっすねそんな、ね、もう十分種類的には十分なんですかね。物としては一通り揃ってるんじゃないの、うん、これって。あと人手、ね、人手が人やっぱそうだよね。照明とかそういうの入れるんであれ照明ね。照明ってやっぱもう箱選びから来そうだな、まあ、ゆくゆくはだから朝日のさバンドとかも一緒にやって話してたじゃん。そうだね。その際に欲しい機材とか、うんうんうん、なんか考えつく。でも 今のところ照明ぐらいかな。そうだね照明あったらやっぱね、うん、そうだよね絵も入るしね。まあでも照明って場所によるからな。持ち込むとこあんのかな照明って。だいたいそういうサイズのもの照明って。いやわかんないけどもうなんか天井にさガッと固定されてさ。いやだからそれはその会場によってあるけど、うん、でほらなんちゅうの俺だって別にそういう会場借りてるわけじゃないじゃん。ライブハウスってこと。そうそうとかじゃないから、うん、でも照明機材ってもなんちゅうの搬入することできんのかなっていうイメージ。できんじゃない。なんかそのいやコンパクトにってことだよ。いやー一個一個でかいと思うよ。まあそうだよね、はい、そうなるよね、うんうん。それ考え
あれさ、常にお祭りのさバンドでやってる時とかってあれ照明ってあったっけ？照明はあの神社にだから舞台についてるやつしかない。あれか、その要はもう蛍光の場っていうんですね。そうだね。であとはなんか安いこういう間接照明みたいなやつで、うん、ちょっとそういうの使ってなんか頭おかしいんですじゃないけどセンスいいんですみたいな、そういうのだけを逆に使って色味じゃなくて形でってことな、ただの白いホワイトみたいなだけで、うんうんうん、ちょっとセンスいいブルーか。いやでも分かる、その雰囲気的にはそういうのもあるもんな絶対。カメラ的に照明ってなんかあんの？このいつもさ、今日割と落とし目だったよね、うん、でいつも結構ほらなんだろう蛍光灯が目立つようなさ、うん、感じだけど、うん、やっぱいや確かにでも雰囲気作るんであればやっぱ照明は気にしたいところだなっていうのはありますけど、まあ、ちょっとカメラ側のね、うん、僕のカメラは大丈夫ですけど、うん、そうそうそうね、機能的にね真っ暗になっちゃうカメラとかやっぱまあ使ってるんで、ね、前回のその配信ライブの時その時あったもんね、はい、あった、まあ、合わないもんね、これ以上やるとこっちのカメラで映なんも映ないからみたいになっちゃう、精度とパワーが違いすぎるから、うん、その、うん、そうですね、うん、まあ2台増えるんで、そう2台にね、うん、でもなんか赤とか青とかそういう系の照明ちょっと安っぽくなったりもしない、いやもう学芸会館でね、あのセロファンでこうやってやってるでしょ、はいはいはい、いやでもガチャガチャっとそうそうあのセロファンだったら買えるよいや持ってくる大変だけどね、いやこのカメラのレンズの前でスッとこうこう超アナログ、照明じゃない、それは照明じゃない、照明じゃない、照明係っていうかセロファン係を用意する貼り付け貼り付けで近所の小学生雇ってあとだから ストロボとかストロボね、うん、ストロボはまあ、ね、オンオフのスイッチを誰か素早くこう俺これ切れる切れる、この間仕事で本当にそれやってる人だから、えそうなの、本当にストロボでカチ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 聞こえてくるんだよカチカチがこれ先週話した子供劇の時にそんな予算ないからっつって、うんうん、蛍光灯バッとしたらカチ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 ってまあ大変でもストロボっぽく見えたからそうだったけどね、そういうな、今んとこ照明はなんか工夫でやるのかなとか思ったですけどね、あれだよね、その色味とか変えたいとかじゃなくて完全にさっき千鶴が言ってた関節でこう置いていく感じでもいいかもね、ずっとそういうこと、あごめんちょっと聞いてなかった、ね、色的に聞いてなかった感はあった今だから演出として要はそのその場に合わせてこう変えていくとかって無理じゃん、色を変えたり赤にしたり青にしたりとかっていうのは金かかりすぎるけど、うん、完全にあれ雰囲気をこう作るっていう意味でも最初からも固定で置いておくとかはありかもしれないけど、ああ明かりを落としてとか落として間接照明を置いて、うん、一人一個あの照明を足元置いといて、うん、下からとエフェクターを押すみたいに足で自分でスイッチを押してもらう僕のパートですってみたいなそんなのは取ってさいみたいなそうそう今取って下から当てるんだだいぶ映像怖いホラーみたいなでもその照明だったら変えるね、こうあのなんかほらなんつうのこう叩くとさ、枕元に置くなんかちょっとしたライトみたいなのあるじゃん、多分タッチするやつ、多分それ暗くするでしょ全部、うん、そして多分光足んないと思うよ、ね、そう弱くて100均とか言ってるんだってちょっとそう人数分用意できますよ、そうね、人数分用意しても800円だもんね照明はね、まあ、ゆくゆくはなかなか、うん、その他でもなんだろうな、でも結構あれとも揃っては来てるよね、うん、人手だな、人手もさこれ以上増えてももう動くスペースがないというか、一応あの前回は音響の人で一人ね、うん、いたけど多分あそれは大事だと思う、確かに、うん、それと、うん、まあ照明がもしあるんであればそういう人一人ぐらい、物がないじゃないでも照明置く場所もないし、それは見つけたらの話ね、あ、うん、こっちで用意するんじゃなくてそういう箱を選ぶしかないかなと思う、意外とないよね、でもね、ここはあるよ、あるけど、まあ、その後で見せてもらおうかなと思う、あ終わりました、さあ中継です、はい、中継そういう感じしない24時間テレビの後で中継です、うん、あ すごいするはい、そんな感じで、はい、これも18話19です、19です、はい、終わります、はい、また来週まだもう一本撮れるんでああもう撮んなくていいかな今日は、本当じゃあこれで一旦、うん、あの次からは、うん、ボリューム20からはまた2人で、あ分かりました、ちょっと
予告出しとこう、予告、それ予告。なんかね、ジョニートークっていう、はい、もう簡単に撮れる企画をやろうってこれ始まったんだけど、うん、そこでなんかチャレンジ企画をやりたいと、かけるくんが、はい、なんか成長していく過程を出したいみたいな、そうそう、企画マンなんですよ彼は、はい、で今それの予告編、何をするのか、音大丈夫か、いやそれマイク当てていただいて人に負担かけるなやって、一音だけかっこいいの出るからね、あ、よく、はいです、はい、まあ、かっこいいかどうかはさておき、とりあえずハーモニカを、違う、なんだっけ、ブルースハープをやると、マイク通してくださいねそうですよ、そうですね、今ので来週はそれの練習した成果が見えるってことでいいですか、はい、おお、やってください、ほぼ今のですけど、お願いします、レベル的には、はい、これ割れたらちょっとあれ、割れないと思ったら普通にマイクから5発、うん、あのね、うん、いきますよ、はい、でもうもてぶらずに、何をやればいい、知るか練習して全然割れてないから大丈夫です、であと曲でもないしメロディーでもなかったけど、もういいじゃん、フレーズ、うん、で今入ってないからちゃんとマイク通してください、喋ってください、ちゃんとマイク通して本当終わったら蹴るのか、さあじゃあこんな感じでボリューム19は、はい、終わっていきます、なんかありがとうございました、今日は長々と、ありがとうございました、ありがとうございました、マジでゆっくり休んでいただいて、はい、はい、次回の配信は、はい、今んとこ5月29の土曜日です、ちょっとはい、え、何ですわって、あ、そこさっきスタジオの人から、うん、仮押さえしたんでっていうふうに来たからさ、あ、僕の方ね、そうそうそう、はいはい、了解しました、なので、はい、5月29日よろしくお願いします、うん、よろしくお願いします、またお願いします、はい、という感じで、はい、ボリューム19は、はい、以上で、以上です、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。